皆さんこんにちは。チャンネル358チャンネルです。今日は FT8 7メガ国内 QS をやっております。今日は久しぶりに7300の方をパソコンにつなぎまして 50W で、QRV しております。今まで7300、移動用にね、設置してなかったんですけども、固定にはね、久しぶりにね、取り出して、運用しております。で、今日はアンテナが ベランダに設置しているMD200、このようにねベランダから機台を取り付けまして斜めに出しております。コイルが MDC40 だったかな。はい、斜めが用のカセットコイルを MD200 に取り付けて運用しております。先日まで、こちらの MD200 に 3.5 メガのカセットをつないで QRV してたんですけども、 3.5 メガの方がマッチングが取れなくなって、ちょっとね試しに7メガの方に変えてみました。7メガだとね、マッチングがね、取れますんで FT8 7.041 この辺りにね同調合わせてやっております。 SWR も 1. ちょっとチューナー使ってますけどもね、チューナーなしでもね 1.7 ぐらいまで落ちています。 CQ2m こちらはキュリアス広報を持ったナイトピーカーモービル山内シティモービル、マッチ1つございましたらその後 144.94 ダウン投資。はい、今ね、2メーターの方でローカルさんが CQ 出してましたね。なかなか今、ワンエリアの局が CQ 出してたんで、呼びかけてるんですけども、つながりませんね、なかなか。先ほどまでね、同じ、システムで何局かと更新成立しておりますが、このようにねベランダにモビルホイップを取り付けて 50W の運用でも十分7メガ国内 QS をできます。それがね FT8 だと簡単にできちゃうんでね、皆さんもねやってみたいなと思う方がいらっしゃればぜひぜひチャレンジしてみてください。当局も一緒なんですけども、諸事情に住宅事情等によりね、大きいアンテナを設置できない方やっぱり多いと思います。このようにベランダにモビルホイップをつけただけでも簡単にね QSO の方できますんで、ぜひとも試してみてください。今日は IC7300、アンテナがモビルホイップ MD200 プラス MDC40 7メガ国内 FT8 の運用をしていますという動画でした。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、機会があれば試してみてください。73